勉強する前にゲームをやりなさい。やったー。お、キノコ取る、落ちないで、落ちるパパは常に B ダッシュで進むっていう縛りでいきましょう。パパ一緒にやろう。パパ一緒にやろうってどうやって二人でやるのさ。え？パパ十字キー。パパこっちで。オッケー、いいよ、息を。エミリケン。皆さんこんにちは。遊びで学ぶエミリケン黄色のエミとパパ博士です。小学校2年生のエミさん。はい。勉強する前にゲームをやりなさい。やったー。エミリケンのパパどうしたって感じでしょ。もうエミも。どうした？頭打ったんかってなる。パパ頭打ったのってなっちゃうね。うん。で、どういうことかっていうと、プログラミング教育で習うスクラッチっていうプログラミング言語があるんですけど、で、エミーもスクラッチをやっていて、で、自分でゲームを作ってみようっていうのをやってるんですけど、はい、じゃあ、エミーさん、これはどういうゲームですか？ハリネズミを避けるゲームでーす。そう、今、ハリネズミを避けるっていうゲームを作ってます。ジャンプで避けるんだよね。うん。じゃあ、ちょっと一回やってみて。ジャンプはスペースでできます。はい。説明とかなしに？一回やってみて、うん。簡単。旗を押すとスタートして、スペースボタンを押すとジャンプできます。ハリネズミを避けるのに成功するとハリネズミを避ける失敗した。で、パパを見てて思ったんだけど、そもそもエミ、レトロゲームやったことないじゃんと思って。レトロゲームって？スクラッチで太鼓の達人を作るつわものもいるんだけど、うん、まあ、エミが作るゲームって単純に、こう敵が来たからちょっとジャンプして避けようみたいなゲームでしょ？うん。で、そういうのって昔パパがやったようなレトロゲームなんだけど、そもそもエミ、レトロゲームやったことないから、どういうゲームが面白いかわかんないでしょ？うん。というわけで、最初のセリフを言い直すと、プログラミング教育でスクラッチをする前にレトロゲームをやりなさい。イエーイ。まさかそんな時代が来るとは思わなかったよ、本当に。勉強する前にゲームやった方がいいんじゃないっていう。ゲームを作るってのはすごく、なんだろう、難しい。そう、ゲーム、そう、難しいよね。ゲーム作るのってすごい難しい。そもそも知らない。そう、ゲームを作るっていうのはすごく論理的思考にちょうどいいんだよね。例えばマリオがジャンプするっていうだけでも、上に行くだけじゃダメなんだよね。上、クリックしたら上に行けっていう指示を出すと、そのまま天井突き破って上に行っちゃうから。ジャンプするって上に行って、また下がってきて、でも下がったままだったらまた地面を貫いちゃうから、止まんなきゃいけないんだよね。だからジャンプをするって言っても上に行って下がって止まるっていう、一つ一つ順番を組み立てないといけないから、すごく論理的思考にもいいし、ゲームを作るっていうのは学びにもいいんだけど、そもそもレトロゲームやったことなかったらわかんないから、先にやりましょう。っていうことです。というわけで、エミが今日やるのはファミコン。イエーイ。ファミコンのしかもスーパーマリオブラザーズやってみよう。しかもちっちゃい。パパにはちょっとねコントローラーちっちゃすぎるんだけど、まあやってみましょう。まず何も言わないのでやってみましょう。え？スタートして、でスタートボタン押して、はい、やってみるよ。パパ何も説明せずに、エミ初めてです、どうぞ。あれ、ジャンプできない。A ボタンです。はい、やってみよう。B ボタンでダッシュ。A ボタンでジャンプです。はい、やってみましょう。早っ。あ、上手じゃん。まあ、それぐらいパパ何も教えずにやったってことね。あ！逆行っちゃったじゃん。キノコ逃げちゃったじゃん。キノコ取らなきゃダメなんだよ、あれ。え、そうなの？そうだよ。キノコ取ってね。すげー。もう、戻れない。前にしか進みません。いつも前向き。あ、これちなみに、時間制限あるからね。え？うん。どんどん右に行って。入りませんけど。ここ入れないよ。はい。右行ってね。すごいじゃん。2連続。ここ入れたと思うよ。あー。うおー、すごいじゃん。死ぬ。あー。あ、そうなの？死ぬの？はい、次始まるよ。課長を下ろしたかった。違う、3機あるから、まだこれ最後だよ。気をつけて。キノコ取ってね。左のハテナはキノコだよ。ジャンプ。はい、キノコ取って。これ大きくなったー。なんで？え？
なんでってそういうゲームだもんな。入れない。ここ入れないよ。はい、右手。クリボー気をつけて。クリボーは上から踏まなきゃいけないよ。体当たりしたら死んじゃうからね。なんで？大きいと一回ちっちゃくなるだけで済むの。すごいじゃん。上手じゃん。はい、ジャンプ。気をつけて、ここ、ここ。死んでない、死んでない。一回ちっちゃくなるだけ。そっか。うん。お、キノコ取る、キノコ取る。落ちないで、落ちない、落ちるー。取ったのに。落ちちゃったよ。あれ、ゲームオーバーです。じゃあ次、パパが、じゃあパパは、パパね、パパ30何年ぶりにやるよ。え？パパ30何年ぶりにやります。パパ年齢がダメですので、P 入れときましょう。そうですね。はい。じゃあパパは B ダッシュ縛りでいこうか。パパは常に B ダッシュで進むっていう縛りでいきましょう。あっ、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 30何年ぶりにやったら、最初のクリボーで死にました。B ダッシュ縛り。これでも大きくなれる。本当はね、大きくなってからフラワー取ると火の玉出せるようになるの。あ、あれ永遠に取れるんだよこれ。あれ、それは安全なの？これスターです。うわ、スター。イエーイ、無敵、無敵だ。無敵、無敵、無敵、ああ、無敵、無敵。終わっちゃったよ。これね、なんかね、こんなに短かったっけって思った今。なんで？なんか子供の時もっと長い印象あったけど、なんかあっというものね、1の1って。あ、わ、わ。怖いわ。怖いわ。B ダッシュ縛り怖いわ。自分が言ったんだから。上行けだ、上行けだ、上行けだ、ほら、上行けだ。これワープゾーンじゃん。4いっちゃおう。なんで？だって4の方がいいじゃん。いけないやん。いけた。いける。あ、4の1まで飛べるんだ。なんか久々だからめっちゃ忘れてたけど。すごいね。1からさ、4まで飛べるってすごいね。すごい。スター隠れてるよ、多分。どっかに。あ！もう、あ！あら、やだわ。あら、やだわ。あ！それ当たると死ぬの？これ当たると死ぬよ。トゲトゲだから？うん。ああ、もうあと一気で死んじゃう。ああ！終わった。このゲーム終わった。敵多すぎて終わった。怖いね、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 怖いね。怖い怖い怖い。怖い怖い怖い。なんかあったのかな、なんかあったのかな。パパ思わずジャンプしちゃったけど、もう全て忘れちゃってます。多分スターある。30何年ぶりだと思う。全部忘れてんね。なんで、あ、あ、あ、その前に見ろって意味。こんな感じね。はい、スタートして、スタート。はい、じゃあ1の1から頑張って。おおおお、すごいね。フラワー取りたい。フラワー取りたいでしょ。これフラワーだよ。あ、ちょ、おっと、ちっちゃくの、二段階目でやっとフラワーになれるからさ、これまたキノコだよ。ちょ、取らなきゃ、ハテナ取らなきゃ。ほら、キノコ取って、落ちないでね。落ちる。怖い、怖い。これタイミングじゃなくてもいけるんだよ。あ、ここスターだよ、ここ、あ、スターが、スターが。すごいね、もう。怖いわ、怖いわ、もう。一段一段が難しいの。食べてたら終わった。ちょっと今ね、パパもね、ちゃんと録画できてるかなって確認しちゃってた。はい、行こう、ゴー。あれ？死んだ場所から？ちょっとね、途中まで行くとね、途中からなんで。ああ、だからここスターだって。あと一気です。うん。
まあまあむずいよね。どこスターだ？ここでしょ。ここだよ。いいよ、もう変えてごらん。せめて1の1クリアし、今日は1の1クリアするところまでやろうか。パパ一緒にやろう。パパ一緒にやろうってどうやって二人でやるのさ。え？パパ十字キー。パパこっちで。オッケー、いいよ、息を。はい、じゃあここからエミ自分でやりましょう。はい、ここスターだよ、ここスターだよ。ほら、取って、スター取って。はい、B ダッシュ、B ダッシュで右行く。これ無敵だから、無敵です。ほら、はい、どんどんジャンプ、ジャンプ。早く行かないとスター切れちゃう。早く行かないとスター切れちゃうよ。ちょっと、あ、何ハマってんの。もったいないじゃん。ここ越えてね、ここむずいよ。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプだよ。落ちないで、ジャンプして、落ちない！そう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 、オッケー。あ、あ、ちょっと。あ、でもこれでもうあとゴールだよ。はい、ジャンプジャンプ。ジャンプ、なんでよ。いいじゃん、別に。いいけど。やってきたから。おめでとうでしょ。やった。やっと1の1クリアできました。イエーイ。はい、始まるよ。あ、そうだった。これさ、パパ今思ったんだけど、パパの時代ってさ、このファミコンカチャカチャってやっただけでね、トゥーって言って止まってたんだけど、ほら、なんか、ソフト内蔵なので止まりません。すごいじゃん。ああ。何してんの？ジャンプ！おぉ、おぉ、落ちる！うわぁ、行ったのに。ね、どうやってさ、これ横進めばいいの？壊さない。これは、教えてあげるよ。上から行くの？こうやって、B ダッシュで行ってしゃがむ。あ、しゃがむした？そう。避難所に行きたいから。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ！ベビーマリオになっちまった。あ、気をつけて。おお。時間制限だ。あ。あと息あるよ。大丈夫。あ！怖いよ、怖いよ、怖いよ。落ちた。はい、じゃあエミーもこうやってレトロゲームを極めていきましょう。イエーイ。オッケー。今日教養だからね、教養だからね。うん。はい、ちゃんとスーパーマリオできるようになるように。はい、わかりました。はい、今日はエミー初めてのレトロゲームに挑戦しました。上手になるからまた見てね。バイバーイ。ぽよ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 。